北海道には縄文文化だけでなく、その後の歴史の中で育まれた多くの文化資産があります。自然と共に生きる中で生まれた北海道ならではの文化資産をご覧ください。まずは北海道の文化と歴史を北海道博物館の展示で大まかに見ていきましょう。北海道博物館は北海道の自然、歴史、文化を5つのテーマで物語る総合博物館です。縄文文化は紀元前3世紀頃に終わり、その後北や南の文化の影響を受けながら俗縄文文化、オホーツク文化、薩摩文化という北海道独自の文化が展開しました。アイヌ民族の伝統文化に見られる住まいや儀式などの生活様式は13世紀頃から成立していったと考えられています。日本が明治時代を迎えた19世紀の中頃、政府は蝦夷地と呼んでいたこの島を北海道と命名、日本国に組み入れ本格的な開発に乗り出します。西洋の影響を受けた生活文化が広がっていきました。第二次世界大戦を挟み、日本が近代から現代に変わってきた20世紀、北海道でも開発と経済成長が進み、現在の北海道へと姿を変えていきました。札幌市にある赤レンガ庁舎の愛称で知られる北海道庁旧本庁舎は、1888年に建てられた北海道の近代文化の始まりを今に伝える建物です。ここには北海道博物館のサテライト展示があり、北海道文化のエッセンスに触れることができます。各地の文化施設の情報コーナーもあります。このほか様々な文化イベントが開かれるなど、赤レンガ庁舎は北海道文化の発信拠点です。縄文から現代まで各時代のアートを見ましょう。縄文土器の文様です。北海道独自のオホーツク文化の証、オホーツク土器の怪獣文様です。樹皮の繊維や木綿で作られたアイヌ民族のゴザや衣服などには、代々伝えられてきたアイヌ文様の刺繍などが施されています。現代の染色工芸の一つ、ユーカラ織です。北海道の自然をテーマにしたデザインが特徴です。縄文時代の土偶です。精霊をかたどっていると言われています。北海道出身の現代彫刻家中井信也の作品月下です。不思議な生き物が佇む姿をかたどっています。北海道出身の現代洋画家神田日照の作品飯場の風景です。働く男たちの休息する顔です。各時代の食文化を見ましょう。縄文時代の貝塚から出土した骨の数々は、さまざまな海の幸を味わっていた証です。中世から今に伝わる郷土料理三平汁です。タラの身、
肝、白子が入った塩味です。奥尻島が発祥の地と言われています。近世から近代の北海道はニシン漁で栄え、ニシン御殿が建ちました。ここは北海道最大級のニシン御殿です。広々とした漁夫の居間や親方の帳場、客室などが当時の栄華を忍ばせます。甘辛く煮たニシンの切り身の乗ったそばは今に伝わる郷土料理です。縄文時代の貝塚では多くのホタテ貝が見つかっています。北海道では今もホタテ漁が盛んで、ホタテのさまざまな郷土料理が味わえます。これは炙ったホタテの入った伊豆市です。各時代の住まいを見ましょう。縄文時代の大型建物の跡です。骨組みやかやぶきを復元した家屋も見られます。展示のため復元されたアイヌの昔の家屋です。寒さを防ぐ工夫や儀式のための道具などを見ることができます。中世の和人の館の跡です。海を望む丘に多くの建物の跡が広がります。復元 CG やジオラマで当時を忍ぶことができます。近世から近代へ移り変わる権力闘争の場となった城跡です。展望タワーから望むことができます。江戸幕府の役所である奉行所も復元されています。湧き水の近くに建てられた縄文時代の竪穴住居です。こちらも湧き水の近くに建てられた近代の洋館です。1936年に建てられました。西洋の影響を受けた生活文化の証です。各時代の祭りを見ましょう。縄文時代の祭祀の場、環状列石です。今に伝わるアイヌ民族の伝統的な歌と踊りはアイヌ古式舞踊としてユネスコの無形文化遺産にも指定されています。近世の和人が移住して伝えた伝統芸能です。北海道南部を中心に各地で今も演じられています。
現代の始まりとともに北海道中に広まった夏の踊りです。北海道各地の踊り手が集う現代の踊りの祭典です。北海道の初夏を告げ大きな賑わいを見せます。音響の良さが世界で評価されるコンサートホールです。北海道の演奏家も出演するクラシック音楽などの殿堂です。自然の恵みの雪を生かした雪像が並ぶ祭りです。世界中の観光客を呼び集めています。ご紹介した北海道の縄文から現代までの文化資産はご覧のところにあります。自然と共に生きる中から生まれた北海道の文化に触れる旅、一味違った観光が楽しめます。